東京理科大学経営システム工学科学部3年の小野由里香と申しますまず研究報告に先立ちまして今回このような貴重な発表の機会を与えてくださった関係の皆様に厚く御礼申し上げます今回はベイジアネットワークによる心拍を用いたオーダーピッキング作業者の負担要因推定といったテーマで発表いたしますどうぞよろしくお願いいたします 今回はこのような流れで発表いたしますまず研究背景です近年物流倉庫作業における人手不足が深刻な問題となっていますこれに伴い潜在労働力として期待される高齢者・女性労働者の雇用促進を目指し働きやすい作業設計が求められています物流倉庫内の作業の一つとして オーダーに従って保管棚から商品を回収するオーダーピッキング作業が挙げられます。この作業は物流倉庫内で最も時間とコストがかかると言われており、このオーダーピッキング作業における人手不足を補うために、近年自動化が推進されています。具体的な自動化の例として棚搬送ロボットの導入が挙げられます。これにより、 従来の歩行を伴うオーダーピッキングで作業時間の50%を占めていた移動がなくなり生産性が向上しました。しかしながら実際の現場でヒアリングを行ったところ手首や腰部に負荷のかかる作業の頻度が多くなっていました。またロボットの移動回数を削減するため現場では複数のオーダーを並行して処理する方法が取られています。 このようなロボットとの共同作業は効率や節約面では良い一方で作業者自身が作業ペースをコントロールできず心理的ストレスを誘発するきっかけになり得ます一般的に現場における負担要因の分析ではある作業の回数や時間を記録するといった方法が取られていますしかしどの作業要素が作業者の負担要因になるか とということに関しては個人差がありますそこで作業者にとって各作業要素がどのような種類のストレスに当たるかというところまで分析したいと考えました従来研究における負担度評価にはアンケート等の主観的負担度評価法とバイタルデータを用いる客観的負担度評価法の2つの方法が存在します例えば 主観的手法では、客観的手法では特定できない作業者の負担要因を、主観的負担度の概念を構成する解釈度をもとに明らかにすることができます。しかし、主観的手法は、作業後のアンケートを取るため、作業者に少なからず負担をかける可能性があり、アンケートの集計にも手間がかかるといった欠点が存在します。 この弱点を補えるのが客観的手法です。客観的手法は作業中にデータを収集でき、かつ簡単に負担度を評価できます。これらの理由から客観的負担指標を用いて主観的負担度の大きさや負担要因を表す解釈度の大きさを推定したいと考えました。さらに主観的負担度の解釈度は 抽象的な尺度であるため、相模作業の回数や待ち時間等のオーダーピッキングの作業要素と負担要因との因果関係を明らかにしたいと考えました。次に本研究の特徴です。従来研究では、えん負担度評価の対象として、財勢での 視覚的作業や動作の少ない定常的な作業を扱う事例は存在します。しかし、本研究のように複数の動作の組み合わせがあり、単体の動作では負担度が小さいものでも、作業要素によって負担度が大きくなり得る作業を扱った事例は少ないです。ここで関連研究を2つ紹介します。横いらは心拍変動指標から、 ドライバーの、うん、え主観的負担度を推定する重回帰モデルを構築しました。本研究でも単一センサーによって取得でき、様々な指標が得られる心拍変動指標を用います。一方、横イらの研究で用いる重回帰モデルは、目的変数と説明変数の区別があり、推定できる対象も一つであるという問題点があります。 このような問題に対し、ベッソンらは、目的変数と説明変数の区別がなく、複数の対象を推定できるベージアンネットワークを用いて、心拍変動量からパイロットの作業負荷を推定しました。しかし、この研究では、客観的負担指標と主観的負担度の解釈度の定量的な関係や、 解釈度と関係のある作業要素までは調べていません。そこで、本研究では表の4つの要素を考慮し、その搬送ロボットを用いたオーダーピッキング作業において、負担要因とその原因となる作業要素を推定できる心拍手法を提案することを目的とします。次に分析手法です。 本研究では、主観的負担度評価法に MASATLX を用いました。MASATLX は、各負担要因の評価と一対比較法による重みづけをします。これにより、6つの負担要因を数値化でき、さらに全体の作業負担を数値化したものとして、加中平均ワークロードスコア WWL が求められます。 続いて客観的負担度評価です。本研究では、心電図の R 波、R 波、R 波と R 波の間隔である RRI データを取得します。RRI には、ストレスと密接な関係にある交感神経と副交感神経のバランスが反映されます。その RRI データから得られる 5つの統計学的な指標と、パアンカレプロットを用いた3つの幾何学的指標、そしてパワースペクトル解析を用いた3つの周波数指標、領域指標を用います。続いて、因果関係を明らかにするために用いるベージアネットワークについてです。ベージアネットワークとは、複数の確率間の定性的な依存関係を 有効非巡回グラフで表現し、個々の変数間の定量的な関係を条件付き確率で表したモデルです。本研究では NTT データ数理システム社製のベイオリンク S を用いました。ベイジアネットワークによる分析は3つのステップに沿って説明できます。まず因果関係の仮説を立てます。 次にデータから構造学習を行い、ベージアネットワークを構築します。続いて、観測された事象から未知の事象の発生確率を算出する確率推論を行います。対岸の診断過程のモデルを例に挙げると、大気汚染の高い地域に住んでいて、かつ喫煙者であるというエビデンスを入力すると、確率が再計算され、 がんであるという確率が上昇します。これが確率推論です。次に実験です。実験と分析の流れはこのようになります。ステップ1は実際のピッキング現場や作業を再現しての測定です。まず現場のヒアリング結果から3つの仮説を立てました。仮説1は正常作業域外の作業は 身体的負担を増加させるということです。正常作業域とは、作業者に負担のかからない作業領域のことを示します。実際の現場では、商品の保管位置を指定できない仕組みで、正常作業域外の作業が多く発生していました。仮説には、待ち時間が短くなると、一定時間内の作業量が増え、 スタンドも増加するということです。花ナ搬送の待ち時間を解消する運搬スケジュールの作成に多くの企業が取り組んでいますが、人間に優しい設計になっていないと考えます。仮説3は、複数オーダーを並行して処理する頻度が多くなると、ミスを減らすための確認作業も増え、スタンドが増加するということです。 次に実験環境ポットと呼ばれる棚と仕分け用の間口を配置する棚はどれも現場の寸法に合わせ実際の現場で録音した音を流して実験を行いました。また棚の各段をロケと呼びますがそのロケと商品はスキャンする確認作業があるためバーコードを貼りました。 実験ではモニターのピッキング指示に従い、まず指定されたロケをスキャンし、取り出した商品をスキャンする、そして仕分け用の間口へ投入し、出すボタンを押すといった主要作,用を作業を再現しました。これらをまとめると図12のようになります。本実験では3つの仮説を検証するため、 特徴の異なる4つのピッキング表に基づいた作業および安静状態の測定をそれぞれ20分間行いました4つのピッキング表の特徴についてですパターン1は作業者に負担がかからない正常作業域内の作業が多くパターン2は作業者に負荷のかかる ステージ上作業機械の作業数が多い設計となっています。またパターン3は町がない設計となっており、パターン4は複数の商品の取り出しや複数箇所への仕分けを含む作業となっております。本実験は5日間、被験者は1名で行いました。 ウェアラブル心拍計を用いて、在姿勢での安静状態の測定と、パターン1から4の実験の測定を各自図ともに1回ずつ行いました。各作業を終了後は、10分間安静にし、NASATLX のアンケートに回答しました。実験結果です。分析フローのステップに、 作業の要素と NASATLX と心拍指標の結果を確認します。各パターンの特徴となる要素と NASATLX の解釈度の評価値及び WWL の間で相関分析を行い、T 検定を用いて有意差検定を行った結果、評算のように有意水準5%で有意差が見られた結果、 えー、見られたた相関がいいくつか、えー、確認でできました続いて心拍指標の結果です本研究では各パターン特有の負担をかけながらある程度時間が経った状態を比較するため分析対象は作業時間20分のうち最後の10分間の RRI データとしました各心拍変動指標は 安静比増減率に変換し、安静時に比べて事件時にどの程度変化したかを見ました。異常値を除いて、各心拍変動指標の安静比増減率、作業要素の回数と NASATLX の間で相関分析を行い、T 検定を用いて有意差検定を行った結果、表4とこのように。 優位水準5%で有意差が検出された相関がいくつか見られました。ステップ3は、ステップ2の相関分析をの結果を踏まえて、因果関係の仮説を立てます。モデルの構築には、ステップ2の結果で5%優位な相関関係を持った指標を導入し、このような因果関係の仮説を立てました。 最古にモデルの構築と、ベージャーネットワークによる負担要因と負担度の推定を行います。本研究では、ベージャーネットワークを構築する前処理として、ボード法による確率変数の理算化を行います。ただし、細かく理算化すると、条件付き確率標法を構成する項目の数が増大し、確率値を確からしく推定できないため、 各データのレンドログラムを見て、表録のように大きく分類することにしました。決算値のない全20行のデータのうち、14行を学習データに、6行を検証用のデータに分割して、グリーデ d 探索によりモデルを構築した結果がこちらとなります。 続いて、下記の2つのステップを通じて、3つの仮説の検証とモデルの評価を行います。まず、多業要素と因果関係にある要素に着目し、確率推論により仮説1から3を検証します。仮説1の検証では、このオレンジの因果関係に着目し、 正常作業域外の作業数が多いというエビデンスを入力して、確率推論を行います。その結果、正常作業域外の作業の頻度が多くなると、身体的負担だけでなく、心理的負担も増加することが分かりました。続いて、作業要素と心拍変動指標の間で、因果関係が見られた部分に着目します。 SD2SD1 や LFHF は先行研究で負担値に大きくなると報告されています。これらの知見をもとに確率推論を行った結果、成長作業域外の作業を減らし、成長作業域内の作業を増やすことは、作業者の負担度を軽減させる効果があると判明しました。さらに、成長作業域外の作業において発生する 下がるや登る等の無駄な作業がなくなるため、ピッキング効率も高められることが分かりました。続いて仮説2と3の検証です。このオレンジの因果関係に着目し、同様の手順で確率推論を行った結果、待ち時間がないとタイムプレッシャーが大きくなることや、複数のオーダーの処理がある,時ある場合は、知的・知覚的要求が 大きくなることが分かりました。これらの結果から仮説2と3を検証することができました。最後にモデルを定量的に評価し、負担要因の推定における心拍変動指標の有効性について検証します。オレンジ色の因果関係の下流側にある心拍変動指標を用いて、NASATLX の解釈度の対償の 弁別制度を見ます。その結果が表7です。表7を見ると WinNNI や SD2 による知的・視覚的要求の推定や CVNNI による身体的要求の推定に関する弁別制度には問題がないと言えます。一方 SDNN についてはタイムプレッシャーの えー、大小の電別精度が低いことが読み取れます。この理由として NASATLX の解釈度のボード4による縮分数を全て2に均一に設定したことが挙げられます。タイムプレッシャーのデンドログラムは他の解釈度のデンドログラムと比べ最初に枝分かれした後比較的高い位置で再度分岐しています。そのため 各指標のデンドログラムの特徴ごとに区分数を2ではなく、3にすることで精度があの上がる可能性があります。結論です。心拍変動指標から NASA plx の解釈度とラブとダブルダブル l や負担の原因となる作業要素を推定することのできるベージアネットワークモデルを構築することができました。 本研究の成果を踏まえ、今後研究協力先の企業に提案したいことは2つあります。1つ目は、えー、正常作業域外の作業頻度を減らすために、出荷頻度の高い商品は正常作業域内の段に保管すべきということです。2つ目の提案として、段度を増加させないために待ち時間は適度にある 運搬スケジュールを構築すべきだということです。今後の課題です。今回の実験では被験者が1名のみ、実験回数も5回と少なかったため、より多くの被験者と回数で実験を行い、個人差を考慮した心拍による負担要因の推定モデルを構築したいです。 また本研究では SDNN によるタイムプレッシャーの代償の分別精度が低かったため、確率変数ごとに最適な区分数を定めるなど、理算化方法を工夫したいです。今後の展望は2つあります。1つ目は、高齢者疑似体験装具の一部を着用して同様の実験を行い、高齢者にとって働きやすい作業場のレイアウトや、 作業設計を提案すす。ることで2つ目はロボットと人の共同作業をマルチエージェントシミュレーションで再現し仮想空間上で実験を行うことです効率性や省電力性は担保しつつ単度の少ない作業設計の提案を行いたいです参考文献ですご清聴ありがとうございました